橋さん、ありがとうございます。田中です。少々お待ちください。じゃあそろそろ始めましょうか。皆様、今日はわざわざお忙しい中見ていただいてありがとうございます。中巻セリフ美術館で学芸員を務めております田中今子と申します。本日はよろしくお願いいたします。ちょっとですね、初めての試みなので、ちょっとさっきずっとこうリハーサルをしてみたんですけど、どうやら20秒は誤差があるようで、ちょっと聞き取りづらいこととかあると思うんですけど、ベストを尽くしますので、皆さん笑って楽しんでいただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。じゃあ、早速始めたいと思います。はい、今日も天気がいいですね。ここからいつもゴールデンウィークすごいお客さん来てくださって、もう毎年来てくださるご家族の方とかも多いんですけど、今年はちょっと残念ですけどね、皆さんステイホームでたくさんありがとうございます。頑張らせていただきます。はい、で今ですね、ちょっと展覧会、やってるんですけど、なかなか多くの方々にいただけませんけど、キース・ヘリング・エンドレスというタイトルのですね、展覧会を行っています。あ、千野さんありがとうございます。ここが当館のエントランスですね。当館お越しくださったことがある方ってどれくらいいらっしゃるんでしょうかね。今日はちょっとこういう感じですけれども、だいたい30分から40分ぐらいでできればなと思ってますけども、結構一人でペラペラ喋るよりかはですね、ご質問いただいたりした方がこう実りある、皆さんにとっても実りある時間になるかなと思いますので、あ、はいっていうのは来たことがあるっていうことなんでしょうかね。本当にコメントっていうか、こう時差がすごいあったりしてすみませんね。あ、で、ちょっと早速、あーね、コロナがね、あ、ちょっとこれいちいちコメントにリアクションしてるとあれですね、遅くなっちゃいますね。早速じゃあ始めさせて、アーカイブ残せるように頑張ります。じゃあ行きますね。今回はこうエンドレスという、タイトルの展覧会なんですけど、当館がですね、毎年1年に1回大きく、展覧会展示会をして、展覧会を行っていまして、毎年さまざまなこうテーマのもとですね、展覧会をするんですけど、例えば、皆さんお越しくださったことがある方がいらっしゃるそうで、以前だと例えばキース・ヘリングと日本っていう展覧会とか、他のアーティストの方を合わせてご紹介するような展覧会もいろいろとしてきたような感じです。で、今回はエンドレスというタイトルにしたんですけど、それについてはですね、今年実はキース・ヘリングが亡くなってちょうど30年の節目の年なんですね。で、そういったことで、このような展覧会のタイトルにして、まあ、このエンドレスというキーワードをどのように、解釈するかは本当に皆さんそれぞれかなと感じています。で、早速見ていきたいなと思います。こんなようなエントランスで、これ皆さん来たことがある方ご覧になられたことありますかね。ひょっとするとご存知でなかったかもしれないんですけど、これキーフォレスト871228と書かれているんですけど、この871228という数字には秘密がありまして、
まあ、秘密と言いますかですね、実は1987年の12月28日というのが当館の館長中村が初めてヘリングの作品を購入した日なんですね。で、この日を、まあ、当館の出発点の記念の日としてですね、掲げてここに残しています。で、ここから入っていきます。映像とか大丈夫ですかね。ちょっと乱れたりして聞き取りづらかったりしたら教えてください。このような感じです。結構この空間はなんというか皆さんこうインスタ映えスポット的な感じでよく写真を撮ってくださるんですけど、実はですねちょっと私たちとしては私たちの活動というかを象徴するような場所で、すごい虹色をいっぱいつけてくださって、これ何本見えるかお分かりになられます？ネオンサインですけど、緑と赤と青と黄色、紫、オレンジですね。6色のレインボーカラーです。この6色のレインボーカラーというのが、いわゆる LGBTQ のコミュニティの、シンボルとなっている、カラーです。で、なぜ、私が LGBTQ の話からスタートするかというと、キース・ヘリングというアーティスト自身もゲイだったんですね。でゲイというのは男性を好きな男性を指す言葉ですけれども、ヘリングが生きていた時代はもちろん LGBTQ という言葉がありませんでしたが、ヘリング自身も自分自身ゲイということを公言して非常にですね、その認知向上のために尽力した人物です。で、こちらまっすぐ進むともう一つネオンサインがありますね。ピンクの三角形にサイレンスイコールですという文字があります。見えますかね。これはですね、ピンクのこの三角形ピンクトライアングルという名前で今ではゲイのコミュニティのシンボルとなっているマークなんですけれども、実はですね深い、歴史がここにはありまして、1930年代40年代ですね、ナチスドイツの、収容所に、ユダヤ人の人々がこう収容されていたことは広く知られていますけれども、その中には障害を持つ人々であったり同性愛者の人々も、区別されて収容されて、差別ですねされて収容されていました。で、そういった時にですね同性愛者特にゲイの人々はこのピンクの、逆三角形のですね、トライアングルで、を、こう服にこう縫い付けたりですね夜勤を押されたりして、差別されて、強制労働などを強いられていました。で、そういった非常にですね深い暗い歴史があるんですけれども、それが70年代頃になってですねこの上向きのピンクの逆三角形になって、自分たちのこう、誇りであったりとか尊厳を取り戻すっていうような考え方を持って、当時その、収容されてた人々に使われていたものを自分たちのこうシンボルにすることで、力を取り戻そうとして、このピンクのトライアングルがゲイの人々 の、のコミュニティを象徴する、マークになりました。で、その下のサイレンスイコールですというこの文字についてなんですけども、さらに、時が経って、80年代ですね81年に、初めて、エイズというものが、発見されるんですね。で、80年代に非常に広く蔓延したこのエイズという病気ですけれども、今のですねコロナの状況などもこう、つい考えてしまうんですけれども、こう比較するじゃないですけど重ねて見てしまうんですけども、当時そのエイズという病気が突如現れて、広くこう世界にですね拡散されていったんですね。で、ヘリング自身もその犠牲者の一人となったんですけれども、このサイレンスイコールデスにはですね、そのなんでしょうか
まあ、沈黙はしなりという意味合いですけれども、まあ、黙って声を上げずにいたらそのままこう死者が増えていくというような非常にダイレクトなメッセージが込められていまして、まあ、声を上げること、それから何でしょうか、まあ、ポスターを掲げたりデモを行ったり、そうやってみんながそれぞれ、沈黙を行ってないでこう行動を起こすことで、人々の考えであったり、こう改革を行っていこうというような意味合いで、このサイレンスイコールデスというのがですね、エイズと戦う団体のアクトアップという団体が、まあ、スローガンにしたりするなどですね、して広く使われる言葉になりました。で、こういったお話をするのもですね、ヘリング自身も、そのアクティビストの一人として、まあ、その何でしょうかね、活動家の人々とともにアートを使って戦ってきたわけですね。でこういったピンクのトライアングルであったり、サイレンスイコールデスという言葉もヘリングの作品にたびたび登場しています。で中に入っていきます。でここではちょっと写真をご紹介していて、これがですね、日本で撮られた写真ですね。渋谷です。でここは学生時代に作った映像作品をご紹介しています。あ、ますます行きたくなったっておっしゃってくださってありがとうございます。ぜひね、早く収束して皆さんにお越しいただきたいです。ベイビーがここにいますね。このお部屋がちょっとリハーサルをした時にすごく電波が悪かったんですけど大丈夫でしょうか。闇の展示室という名前をつけているお部屋です。で今回のこのキースヘリングエンドレスと題した展覧会では、この17点の作品ですね、一連の作品、版画のシリーズですけれども、この作品と奥に1点ですね、彫刻作品を展示しています。あ、大丈夫でよかったです、音声とかですね。で、この作品はですね、この見えますかね、漫画のような小回りになっている作品です。あ、めっちゃ見えますって言ってくださってありがとうございます。これがブループリントドローイングスというタイトルがついた作品で、1990年にですね完成した、作品なんですけど、実はこの、まあ、元となったドローイング、まあ、手でこう書いたものはですね、初期の頃に作られていまして、初期の頃に書いたものを、まあ1990年にヘリング亡くなっているんですけども、まあ、晩年に、版画として、こう拡大大きくプリントして、作ったものです。でさっきのこの作品が1点目で、順番だけ決まっているんですけど、これが2点目で3点目で4、5と続いていきますけれども、まあ、ヘリングのアイコン的存在でもあるベイビーとかドッグとか出てきてですね、見ていくとこう非常に面白いんですけれども、まあ、暴力的なシーンであったりとか性的な描写もまあヘリングの作品の特徴で、そういったところも全てこの作品には現れているかなと思います。漫画っぽい作品ですよね。結構こう皆さんとこう当館の方でギャラリーツアーするときにはどういうストーリーに見えますかとかっていうお話も一緒にさせていただいたりするんですけども、皆さんもちょっと考えながら見ていただけるといいかなと。
でもしもですね、映像が乱れてしまうことがあれば、当館が、Google が行っているサービスで、Google Arts & Culture っていう、アート、まあ、美術館であったりギャラリーのコレクションを紹介する、サービスを、ウェブサイトがあって、そこに、Google Arts & Culture で検索していただいて、そこでさらに中村キースヘリング美術館で調べていただけると、当館の、作品というかコレクションが綺麗な画質でですね見れるので、もしよかったらそっちも見てみてください。あ、作品に決まった意味はないのでしょうかというコメントもいただいていますけども、ヘリングの場合は皆さん鑑賞する方がこう作品をにこう向き合って、で自分でこう考えることで作品が完成するって言っていた人で、ですので皆さんがそれぞれにですね考えていくことがすごく重要なんですね。といってもなかなか例えば普段美術館に行く機会が少ない人であったりとか、なかなか馴染みがない人だと、こういきなり作品の前に立っても一体これが何なんだろうとか、どういう価値があるんだろうということに結構とらわれてしまうと思います。私もその気持ちはすごくよくわかるんですけれども、ヘリングの作品のいいところっていうのは何が書かれているかっていうのをすごいシンプルな線で書かれているので想像がしやすいかなと思います。例えばこれは人々が書かれていますよね。でこの人はなんかこうぶら下がってるっていうのが分かりますし、何かこう単にこう書いただけのものですけど、これがまあただの四角じゃなくて棒だっていうこと、まあ、棒あるいは何か武器なのかもしれないし、それが魔法の杖的なものなのかもしれないと思うんですけれども、あとキースヘリング実はスターウォーズがすごく好きで SF が好きだったんですけど、まあ、そのこれはライトセーバーから来てるのかとかいうですねものもあったりするんですけど、まあ、そういういろんな解釈が持てるんですね。シンプルな絵だからこそ見方も本当に自由でいろんな見方ができる。それにその見る時の時代であったりとか状況によって見方が変わってくるっていうのも非常にユニークというか面白いですよね。というような感じで1点ずつ見ていくとものすごい時間がかかりそうなので、これぜひ、Google Arts & Cultureにも載せていますので、もしよかったらじっくりお時間のある時に見ていただければなと思います。そう、過激なのにポップですよね。でこの作品も皆さんにぜひご紹介したいなと思うんですけれども、見に来てくださった方とかいらっしゃいますかね。実際に嬉しい。この作品はですね、オルターピースキリストの生涯というタイトルの作品です。でそのタイトルにある通り、まあ、キリストあるいはキリスト教を題材にしている作品なんですけれども、どうでしょうか。見ていくといろんなものがこう見えてくるかなと思うんですけど、例えば真ん中のところの方、真ん中の部分を見ていくと一番上の方に十字架があって、でその下の方にハートのなんかモチーフがあって、でその下の方をさらに見ていくと赤ちゃんのようなちっちゃい人が、両腕に抱かれていまして、でこの両サイドですね、両翼を見ていくと羽の生えた人が飛んでいたり、さらに下の方を見ていくと、もうものすごい数の人々が両手を上げて何かをこう訴えているような姿が描かれています。どうでしょうか。楽しそうな作品に見えますか。それともなんかこう悲しそうな作
品に見えますかね。この作品は今回の展覧会キーセーリングエンドレスの広報物フライヤーなどでもメインに取り扱っている作品で、ヘリングの生涯をこう考える中でも非常に重要な作品かなと思いまして、この作品が1990年にですねヘリングが亡くなったんですけど、もうヘリングが亡くなる2週間前に完成したという作品なんですね。で、本当にもう最後の力を振り絞って書いたといいますか、これ彫刻ですかっていうご質問があったんですけど、素材の話からさせていただくとですね、これブロンズと呼ばれる、これ彫刻作品なんですけど、ブロンズと呼ばれる素材で作られているんですね。ブロンズのこう彫刻とかってご覧になられたことがありますかね。こうブロンズの作り方ってこう粘土で一度こう形を作って、この作品の場合は見えますかね、こう何か道具でこうなんというか型というか跡をつけていく感じで線を描いているんですけど、粘土でこう形を作ってそれを型取りして、それに、ブロンズを流し込んで、作るみたいなような、簡単にざっくり話をするとそういう作り方なんですけど、本当は石膏とかを一旦作るんですけど、ブロンズというのは、要するに先に粘土とかで形を作ってそれを型取りして、作る型があるものなので、複製することができるんですね。でこの作品も、世界にですね9点同じ作品があって、当館に、この1点あって、それから日本だと広島の現代美術館ですね、広島市の現代美術館も、同じ作品を持っています。あとは世界中の美術館であったり、教会などにも収蔵されている作品です。でヘリングがですね自身の追悼式を行った際にもこの作品が、教会に飾られて、今でもですねニューヨークのその教会に残っているわけです。そうなんですよ、荘厳な感じがしますかね。で、そのヘリングもエイズに感染して、自分自身が感染する前からですねそのお友達とかですね元恋人とかが感染して亡くなったりもしていたので、本当にですねいつ自分の番が来るんだろうという気持ちだったというふうに日記にもつけているんですけれども、そういった中で自分の自分がその HIV ウイルスの陽性だったということが分かって、亡くなるまでに本当に精力的に最後まで活動を続けたんですね。でこの作品も本当に亡くなる、2週間前にこの形で完成したんですけど、本当に体力的にもこうどんどん衰えていく中で作った作品ですので、なんかその何でしょうね、生きるためのこう気持ちみたいなすごく力強い気持ちがあるなと感じますし、すごくですねこれぜひ皆さんご覧、直接実際にご覧いただきたいんですけど、すごく力強い線でこう彫っているんですね。なんかそういったところもまた見ていただきたいなと思ったりします。天才のイメージ、そう本当にシンプルなラインだからこそこう本当に今の状況とかを考えて、見方が変わったりやっぱりするなと思ったりします。この民衆のうちの一人が自分なのかなとか思ったりですね、その解釈は人それぞれですけれども、はい、そういうような感じです。ちょっとこのお部屋は長くつい話しちゃいますね。このような感じで次のお部屋に参りますね。こんなトンネルのようなとこを抜けて次のお部屋に行くんですが、なんか皆さんがいろんなどういう気持ちで感じたかっていうところをおっしゃってくださって嬉しいですね。このお部屋はですねプラットフォームという名前をつけているお部屋で、当館が闇から希望へというコンセプトで、
展示室を構成しているんですけれども、先ほどの展示室が、闇の展示室ですね。でここは希望に向かうまでの途中の、お部屋です。で今回はですね、写真と版画を展示していまして、これが写真ですね。ちょっと反射で見えづらいかもしれませんが、どなたか分かりますか？この女性、ヘリングもこちらにいますけど、これがグレース・ジョーンズですね。歌手でありモデルなどとしても活躍されていましたが、ヘリングのミューズ的存在であった方です。で彼女の、体にヘリングがボディペイントをしているというような写真ですね。これがコンサートの様子ですね。でこちらの方はですね、5点のシリーズの版画作品です。何が描かれているかご覧いただけますかね。こうお腹がぽっこりと出ている人を描いているんですが、ヘリングの作品のほとんどはタイトルのない無題の作品がほとんどで、この作品も無題なんですけれども、私たちは繁殖の図あるいは受胎告知などと、愛称をつけて呼んでいます。まあ、ヘリングが妊婦を描いているというシリーズの作品ですね。でこの作品すごく面白い仕掛けがありまして、この塗料がポイントなんですけど、今からそのこの塗料がどんな塗料なのかを皆さんにお見せしますね。ちょっと私離れます。一旦こっちから見た方がいいかな。違いがご覧いただけますかね。そう、ブルーライトです。蛍光塗料を使っている作品なんですね。これ版画の作品なんですけども、こういうふうに蛍光塗料を使っているので、ブラックライトって照らすと発光するんですね。すごく綺麗ですよね。ヘリングはこう、よく私もさっきから版画版画と言ってるんですけど、版画っていうものもすごくですね、解釈が難しいとおっしゃる方もたびたびいらっしゃるんですけれども、版画ってじゃあヘリングが作った作品じゃないんですかっていうご質問いただいたりもするんですけど、ヘリングが作った作品でオリジナルの作品です。でヘリングの、版画っていうのはすごくですね、色であったりこの塗料にこだわっていて、まあ、このように発光するようなものも作っているんですね。そうですね、これ綺麗ですよね。まあ、そのこれもどうしてこうブラックライトで発光する塗料を使ったのかっていうところは何か残してたりはしないんですけども、まあ、これ83年に作った作品なんですが、この頃すごくですね、自分の個展などでも個展をする会場の壁とか床に自分で蛍光塗料で全部この柄みたいにですね、全部自分で描いて、ブラックライトをつけてちょっとディスコっぽくしたりですね、そんなこともしていたんですけど、その時にすごく蛍光塗料を使った作品が多いということと、あとはやっぱりこの題材、妊婦を描いている作品ですので、この、まあ、生命のこう神秘というか、まあ、そういったところもあってこのブル、蛍光塗料を使ったのかなと私は思っています。ね、綺麗ですよね、これ。こんな感じです。で、皆さん疲れてないですか？もう30分くらい話してますが、ここはですね、ポスターを展示しています。ポスターもヘリングが作ったオリジナルの、まあ、作品としてのポスターですね。で、どういうものがあるかというと、この作品ですね、楽しさで頭をいっぱいにしよう、本を読もうということが書いてある、まあ、読書習慣みたいなもののためのポスターですね。読書をしようっていうためのポスターであったり、
あとはこれはバレエのコンサートのために書いたポスターですね。このポスターもキースヘリング展と書いているですね、日本で行った個展の際のポスターですね。で、いろんなポスターがあるんですけど、この作品とポスターが初めて作ったポスターですね。核兵器廃絶のためのポスターです。このポスターを皮切りに、さまざまな用途のポスターを作っているんですけど、それが文化的なものであったり教育的なものであったり、あるいは自分の個展のためのものだったり、ファッションとかコマーシャルなもののためだったりですね、いろいろな、用途でポスターを作りました。で、このポスターというもので、一つこう自分のアートを表現するツールとして、ポスターというものを使っていました。で、本当に100種類というか100点以上ですね、ポスターは作っていて、当館にももっとたくさん収蔵しているんですが、ちょっと今回は厳選したものをご紹介しています。あとはこれも欠かせないエイズのためのポスターですね。で、冒頭で少し長くエイズの話であったり LGBTQ のお話もさせていただいたんですけれども、やっぱりこういうようなポスターを作ったりしてですね、エイズであったり、偏見差別いろんなものと戦ってきました。核兵器もそうですね、もう戦争してはいけないということですとか、エイズというものを止める、その勢いを止めるためにですね、安全なセックスをしようとかですね、そういうようなポスターもたくさん手掛けていて、自分のアートというものを武器に、社会と、社会というか民衆の考えを変えようと試みたりですね、そういった取り組みをしていました。美術館は小淵沢ですね。山梨県の北杜市小淵沢町というところにございます。で、ここからが希望の展示室というお部屋ですね。ここはこれ実はですね、Google マップの、さっきから Google の話ばっかりしてあれなんですけど、 Google マップのストリートビューでもまるでそこに訪れたかのように見ることができるので、もしよかったら見てみてください。ここ希望の展示室ではですね、大きい、こういう彫刻の作品であったりとか、こういう巨大な絵画であったりとかですね、そういったものをご紹介しています。ここのお部屋はすごく天井も高いですね。13メートルとかあるんだったかなちょっとあやふやですいませんが、このお部屋はですね、当館の館長中村がですね、実はすでに、お父様を亡くされていて、そのお父様が亡くなる時にですね、毎日のように病院に通うわけです。で、その中で自分の中で一つ気づきがあったようで、次の日が来る、朝日が昇るというところが、ということが、どんなに希望を感じられるかというふうに考えたそうです。で、それでこの希望の展示室と名付けた部屋はちょっと照明にこだわっていて、ある日の、山梨県で観測した、日の出の照度、照度っていうのは光の強さですね、その明るさを日の出の明るさと同じ明るさに調整しています。こういった日の出、次の日が来る、朝日が昇るっていうこと、希望を感じられることの中で作品を見ていくっていうことが、さらに希望を感じられるかなというところで、こういうような照明でやっています。で、彫刻作品も今回ちょっとたくさん出していてですね、大きいものと小さいものといろいろとあるんですけれども、こういう大きい彫刻に関してはですね、ヘリングはよく孤児院とか子ども病院とかにですね、寄贈をしているんですね。ちょっと大きすぎて入らない。で、ヘリングってすごく子どもが好きな人で、子どものためにいろんなことをしてきた
人なんですけど、こういう大きい彫刻ですね、日本には少ないというか一箇所しかないんですけども、あの海外に行くとですね、大きな公園であったりとか街中にですね、こういう大きなキーセリングの彫刻を見つけることができるんですが、まあ、そういったものの中にはヘリング自身が、寄贈したものですねもたくさんあります。ニューヨークにもですね、大きい彫刻が子ども病院に展示されていたりします。あとはこういう小さいサイズの彫刻もありますね。本当に彫刻もいろんな角度で見ていくと面白くてですね、角度によってこう見え方が変わっていきますね。あ、ね、フランスのネッケル病院すごくよくご存知でいらっしゃいますね。フランスにネッケル、まあ、ネッカーとかいうのかな、小児病院っていうのがあるんですけど、そこは子ども病院で、ヘリングが、壁画を手掛けたところですね。今でもすごくきれいに保存されています。あ、そうです、福岡にもあります。福岡に1点大きいですね、まあ、ちょうどこんなじゃないんですけど、犬の立ってる犬みたいなですね、こう彫刻、すごく大きな彫刻が福岡にはありますね。で、この作品もちょっと面白いのでご紹介しようかなと思うんですけど、ザ・ストーリー・オブ・レッド・ブルーという、赤と青の物語という、シリーズの作品で、これも子どもたちのために作ったものです。これは順番だけが決まっていて、こちらが1番でずらーっとですね、24点作られています。で、赤と青がこう交互に出てきてですね、これとか見ると分かるんですが、先にこう赤い部分描いて、まあ、それに黒で加筆しているんですね。で、何かこうモチーフを描いています。で、赤と青が最後このように紫の卵のような形になるというストーリーなんですけども、これは、子どもたちに、物語を考えてもらうために作った作品で、ストーリーっていうその赤と青の物語っていうタイトルはついているんですけど、実際のテキストは、これを見た子どもたちがこの1番から最後のこの紫の卵のようなものまでを自分でストーリーを考えていくんですね。で、当館でもですね、子ども向けのワークショップなどで時々やっているんですけど、今でもアメリカの学校などではこう教育プログラムにこれが取り入れられたりしているそうなんですが、これを順番に子どもたちはこの絵にはこういう文章かなというような感じで考えていくんですね。この赤ちゃんにはどんなテキストがみたいな感じで。そうなんです。そう、順番だけは決まっているんですよね。そうですまさに創造性を育てるというか。で、ヘリングがこう生きた時代80年代ってすごくこうテクノロジーが進化していく時で、まあ、パソコンができたりする頃だと思うんですけども、まあ、そういったすごく新しいテクノロジーっていうものにヘリングはすごく興味がある人だったんですけど、アニメーションとかもいくつか作ったり学生の頃にしていてですね。で、ただ一方でこう例えばパソコンなんかが登場してどんどんこうテクノロジーが進化していくと、子どもたちが文字を読めなくなったり書けなくなったりするんじゃないかということを考えていたそうなんですね。で、やっぱりこう何でしょう、まあ、20代の青年がそこまでこう教育について真剣に考えられるんだっていうところにも純粋にこう驚きを感じますけども、そういう子どもたちのこと、未来のことを本当に真摯に考えて、まあ、自分にできることとしてこういう、シリーズの作品を作って、これをもとに子どもたちが楽しく、物語を考えられるようにということで、こういうようなものも作りました。
でちょっといくつも紹介したい作品はあるんですが、あ、これなんかも本当に皆さんすごくとかによく来てくださるお客様がすごく好きな作品ですね。アンディマウスというタイトルの作品で、ご覧いただける通りこうミッキーマウスと、それから、分かりますかね、この顔が誰か。あ、そう、お金がいっぱい書いてるんですよね。これがアンディ・ウォーホルというですね、まあ、ポップアートの機種であるアーティストですけれども、キャンベルスープのスープが入っている缶の絵とか、マリリン・モンローの絵とかを版画で、大量に作るアート作品を、まあ、大量に作るっていうことで、まあ、資本主義を、まあ、皮肉ったといいますか、資本主義というものを再アートを持って考えようとしたアーティストですけれども、まあ、ヘリングにとってはすごくですね、もうスーパースターで、本当にアンディ・ウォーホルのことが大好きだったんですけど、まあ、そのアンディ・ウォーホルと、それからヘリングの幼少期からすごく好きだったディズニーですね。ディズニーが本当に子どもの頃から好きだったんですけど、まあ、そのミッキーマウスを自分のその2大スターを、融合させたというようなものですね。でこれに関しては実際にここにアンディ・ウォーホルのサインと、それからヘリングのサインが入っていて、ウォーホルと2人で作った作品ということですね。この4点のシリーズとなっています。すごく人気の作品ですよね。あとは私の個人的に好きなこのフラワーズというタイトルの作品ですね。これもいい作品だなと思います。まあ、ヘリングがお花を描いているのは本当にこの作品くらいかなと思うんですけど、ちょっとだんだん長くなってきちゃったので、もうあと数点という感じで終われればなと思うんですけど、なんか今のうちにご質問等あれば。今日これ実はですね、前編ということで、ツアー後半はまた5月の4日にさせていただければなと思っています。あんまり長くなっちゃうと皆さん晩ご飯の準備とか始まると思うので、5月の4日はですね、ヘリングの、ちょうどお誕生日で、生きてたら62歳ですかね、63歳、生きてたら2歳ですね。あ、よかった、すいません、62歳になるお誕生日なので、5月の4日にまた、後半の部分をご紹介できればなと思います。なんか私が質問に答えてないこととかあったかな。あ、ね、希望の展示室本当に皆さん好きだっておっしゃってくださって嬉しいです。そう、あと彫刻じゃなくて建築のお話なんかもね、させていただきたくて、北川敦史という建築家が作った建物なんですけど、床が斜めな建物なんですね。こういうお話また5月の4日に、時間またお知らせしてできればなと思いますので、その時までに何かご質問等あれば考えておいていただけると。あ、で、ちょっとですね、このまま一旦終わる前に、うちのまたこれまた人気のスポットというか、皆さん大好きなミュージアムショップちょっとご紹介しますね。このあたりもまた次回お話しします。学ランのヘリングですね。あ、次回も楽しみにしてくださってありがとうございます。あ、ちょっとお待ちくださいね。ちょっといろいろ質問が来ているので、ちょっと質問に先に答えてもいいですか。オルザーピース学芸員の目から、中にキースがいるとしたらどの人がキースに当たると思いますっていう質問をいただいています。私としてはですね、やっぱり
中央にいる人なのかなとか、あるいはひょっとするとこの、中央の人の両腕に抱かれている赤ちゃんがヘリングなのかなと思ったりもしますね。ヘリング、よく赤ちゃんのマークを、このベイビーをよく描いていたんですけども、まあ、これがヘリングの分身なのかなと思ったりもしますし、オルタピースに関しては、そうかなと思ったりします。で、ちょっと、このショップについてはですね、うちの、ショップの彼女に、山田にご挨拶を。こんにちは。ここからはショップマネージャーの山田が簡単にショップの案内をさせていただきます。ちょっと簡単、たくさんあるので全部は難そうしですね。いんですが、今回は最近入った新しい新商品をちょっと紹介できたらなと思ってます。まず最初に、こちらの、エチュードというブランドで、フランスのブランドなんですけども、今回は第2弾のキーセリングとエチュードのコラボの商品ですね。すごくデザインが凝っていて、おしゃれなアパレル商品がたくさん入りました。特に今のこの柄のシャツはとても可愛いですね。ユニセックスになってるので、女性でも男性でも着られると思います。あら、持っていただいて、こちらですね。結構女性だったらワンピースとして履いても可愛いかなと思います。かわいいこでちらすもよね。総柄になっていて、あはとい。はキャップとフーディですね。モードな感じで可愛いデザインがありますね。こちらはもう数が限られているので、お早めにという感じで。ね、かわいいはい、です可よ愛いんですね。よ。続きまして、こちらですね。新しいやつですね。そうです、ご存知の方もいるかと思うんですが、カシラという日本の帽子のブランドの商品で、今回ちょうど先週ぐらいに新しく入ってきたデザインです。白黒でシンプルなキャップと、あとこちらバンダナですね。総柄でバッグに巻いても、普通に首元や頭につけても可愛いデかザわインとなっいてます。い。いいそでうすですね。ね、ぜひ。頭の商品は他にもうちは前の商品もそう人気でで、すまだね。在庫がありますので、こちらも人気になってます。前の商品はセールにも今限定でなってるので、あららおすら。すめです。ねえ、オンラインショップで買えますかという質買えま問す。が。ぜひぜひ、オオンンララインシショッップのプ。ことは最後にもお伝えしようと思うんですが、購入できますので、ぜひページを見ていただいて、またじゃあ後で詳アッ細プしは。ておきますね、はい。オンラインショップ。で、一番一押しというかおすすめなのは、こちらピンプリルという、今ちょっと私もつけているんですが、ピンですね。ピンのでデザす。インがとてもたくさん入荷しました。全部で7個のデザインが、各8種類ずつですかね。すごくたくさんのカラーですね。もう選ぶのが難しくなっちゃうんですが、たくさんの種類が入りました。ねえ、ピンはキースもよく生前にグッズとして作っていましたし、ちょっとつけるだけでこんなに可愛ら素しいで敵すになよ。るので良いかなと。あと同じピントリルからですね、すごくお客様で、チャームはキーホルダーはないんですかというお問い合わせがよくありまして、ついにキーホルダーが入りました。4種類ですね。人気のアイコンなので、どれも可愛いキーホルダーがたくさん、4種類とピンがたくさん入ったので、こちらも新しいオンラインショップで見れます。あとは最後にはい。たくさんリュックがあら入りまらしらら。た。ルルああ、ずらり。ルル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 
愛いとおっしゃってくださっていますね。可愛いですよね。こちらのリュックももう入りたてなんですが、すべて選ぶのが悩ましいデザインですが、どれもね買っちゃいたくなりますよね。可愛いリュックがたくさん入りました。デザインやリュックのタイプも少しずつ違うので、あの使いやすいタイプをぜひ選んでいただけたらなと思います。素敵です。他にもたくさんあるんですが、
今日はこの辺で、あとはオンラインショップの方で、ほとんどの商品が見られるようになったので。そうですね、インスタ の、 うちのアカウントのプロフィールにもリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからでも、はい、と思います。こういうようなショップもあるので、またね、一刻も早くコロナウイルス収束して皆さんにお越しいただければと思います。という感じで、はい、ちょっとじゃあ最後に長々とお付き合いいただいて、皆さんお忙しい時間帯かと思いますが、ありがとうございます。中からは動いてありましたね。ですね、見えますかね。こちらです。当館がですね、毎年、子どもの絵画コンクールを行っているんですが、今回で12回目を迎えるんですけども。国際児童絵画コンクールといってですね、本当に各国からご応募をいただいているコンクールで、毎年本当に審査員の方々もアートのフィールドの方々だけではなくって、いろんなフィールドで活躍している方々、世界各国の、まあ、いろんなところにご拠点にされている方々に審査員お願いして、4歳から17歳までですね、ご応募いただけるコンクールを行ってます。今年のテーマはつながりというテーマです。つながりって何なのか、ぜひ考えていただければと思います。はい、今日はですね、先ほど少しお伝えしたんですが、オンラインショップですね、今までストアーズという、うちのホームページから飛んでストアーズというオンラインショップにつながってたんですが、リニューアルしてちょっとお引っ越しをしました。中村キースヘリングコレクション .com でつながるんですが、そちらには前とは違いまして、ほぼ全部の商品が新しいオンラインショップには載っているので、ぜひそちらの方、だんだん前のオンラインショップは使えなくなってしまうので、皆様新しい方へ、オンラインショップは飛んでいただくようにお願いいたします。ちょっと初めてのツアーで、皆さん見づらい点もあったかと思いますが、どうもありがとうございました。また5月4日に、ギャラリーツアー後編と、それから5月5日もせっかく子どもの日で、キスも子どもが大好きなアーティストでしたので、何かオンライン上で楽しめる催し事ができればと思っています。またご案内いたします。お願いいたします。では失礼いたします。失礼いたします。